大きな声でお騒がせします。私は通りすがりの参院選東京選挙区立候補者、久世川良一と申します。日本労働組合総連合会さんに通りがかりましたので、一言を言わせていただきたい。連合選挙の民放労連、NHK 労働組合は、立憲民主党さんを支持すると公言し、公表しておりますけれども、それで中立で公平な報道など、期待できるのでしょうか。放送法により、中立で公平な報道が期待されている、いや、しなければならない。NHK やその他民放さんの労働組合、連合さんとの労働組合が立憲民主党支持を公言、公表しているというのはおかしくないでしょうか。そんなので公正な報道などできるんでしょうか。それとですね、天皇さんは労働者の待遇を少しでも良くするために存在しているんでしょうか。それなのになぜ労働者の待遇に何も関係がない救助を守れであるとか、原発止めるであるとか、そんなことばっかり一生懸命やってらっしゃるんでしょうか。原発震災で止めたせいで今電気代は震災前の5割も上がっております。自動車産業や電力関係の労働組合は困っていませんか。原発を止めたせいで電気を大量に使う製造業の労働組合さんも困ってませんか。それなのにどうして頑なに反原発を言う立憲民主党を応援するんでしょうか。おかしくないでしょうか。あなた方は11年前に必死で民主党政権を応援しておりましたけれども、民主党政権は1ドル78円という超円高を放置し、多くの企業が倒産いたしました。確か民主党政権自体は年間1万5000件程度の倒産件数があったと思います。安倍政権になってからそれが年間8000件に減りましたけれども、連合に加盟している労働組合の企業さんも民主党政権時代に数多く倒産されたんではないでしょうか。どうして労働者の待遇に関係ない憲法を守るであるとか原発止めるであるとか、そんなことばっかりに注力するのか。そんなことは組合費を納めている労働者の皆さんも納得しませんよ。連合さんは立憲民主党の支持支援をやめるよ。どうしても立憲を支持したいという自治労、日教組、厚生労連、精神労連は切り捨てればいいじゃないですか。破門にすればいいじゃないですか。原発を動かさないで意見が分かれている電力労連や自動車労連、そういう人々を自治労、日教組は一緒にやっていくのは
到底無理な話であります、自治の日経部分はですね公務員ですから世の中不景気になっても関係ないとばかりに景気が悪くなるような政策ばかりを言う立憲民主党を話しておりますが景気はあなた方の給料にも関係があるんですよ。私はつい先日まで豊島区議会議員をやっておりましたけれどもコロナで民間の給料が下がったということで豊島区役所職員一同 0.5% ほど給料が下がっておりました。私は豊島区職員の給与明細を見ましてこんな給料では豊島区に住んで子育てするのは不可能であるということで区の職員さんの給料を増やしてくれ家の税制課に申し入れしましたけれども23区の職員は一律で決まっておるので勝手に豊島区だけ上げられないという答弁がありました。景気が悪くなれば自治労さんの給料も下がります。日経部さんの給料も下がります。それなのに原発動かせみたいな立憲を経済を冷やすことばっかり言ってる立憲を日本経済を破壊しようとしている立憲を応援するって一体何なんですか。自治労日経部の組合員は自分の給料を下がることを望んで組合費払ってませんよ。弁護さんはバカだからまだ気づかないんですか。11年前からいろんな人に言われていることであります。とにかくですね放送道では立憲の支持しよう公表するのはやめろ。そんなんでは中立公平な報道など期待できるようなないじゃありませんか。そしてそれは放送法違反なんですよ。まだ気がつかないんですか。放送労連のせいで連合さんが私のようなものにいろいろと文句を言われるのが嫌ならば連合さんは放送労連を破門すればいいと思います。追い出せばいいと思います。以上。